前紹介したけど、はい、新版紹介してなかったからちょっと紹介しようかなと思って。あ、前紹介した時に撮った動画から改訂というか、はい、新版というか、はい、そういう感じで変わっちゃったんですね。変わっちゃいました。はい、はい、武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。高田先生、はい、今日の一冊は何ですか？今日紹介する参考書は、はい、石川明康の日本史 B 講義の実況中継です。はい、前紹介したけど、はい、新版紹介してなかったからちょっと紹介しようかなと思って。あ、前紹介した時に撮った動画から改訂というか、はい、新版というか、そうですね、はい、そういう感じで変わっちゃったんですね。変わっちゃいました。はい、はい、じゃあ新しくなった日本史実況中継、はい、教えてもらってもいいですか？まず一番大きな変更点は冊数が減ったことですね。冊数が減りましたか？うん、5冊から4冊に、はいはいはい、うん、なりましたよね、はい、うん、で、まあ、で変わったところに話してもしょうがないからあれなんだけど、ね、やっぱりもともとこの実況中継っていうのは、まあ、本当にすごく詳しくて分かりやすいという形 で、ね、まあ、本当にゼロの人がいきなりこれ読んだら辛いかもしれないけど、まあ、受験で本当にどの大学でもこれしっかり読み込んで、あとはまあ過去問だったり、まあ、問題集だったり用語集だったりとかっていうのを使っていけば、まあ、どこの学校でも戦えるだろうみたいな、すごくその読みやすい、読みやすいですよね。河合塾の先生でしたっけ、はい、予備校のその講義をそのまま文字起こししたって感じなんで、うん、はい、本当に話してる言葉そのものなんで、はい、読んだら理解できるってところありますよね。ですね、まあ、でそれと合わせて、まあ、やっぱり講義メインだからね、はい、で、あのそれこれを使いつつなんか問題集とかセットでこう理解を深めていくみたいな。わかりました。前回のこの石川の実況中継の時はサブノートを使わないっていうふうに言ってたと思うんですけど、はい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 、今回もサブノートは使わない感じなんですかね。これはですね、サブノート、はい、まあ、今回講義ノートってやつになってるんですけど、はいはいはい、その吸盤と比べるとかなりこう充実しているようになったというか、だいぶ見やすくなってて、武田ノートで日本史 B ノートとかを使ってんなら、あの別になくていいと思うんですけど、うんうん、例えばメインが一問一答とかでやってるみたいな人だったら、はい、B ノート使う代わりに一問一答とこれで整理するってやり方でも全然ありなんじゃないかなっていうふうには思うんですね。だからこれ今自分でいろいろ書き足してはいかなきゃいけないと思いますけどね、はいはいはい、まあ、あくまでこうなんか事実というか知識の羅列でしかないので、まあ、それに講義の部分に話してる内容とかをちょっと書き足していって、うんうん、自分なりのノートを作り上げていくっていう使い方をしてほしいとは思いますけど、かなり使いやすくなったんじゃないかなと思います、うん、なのでここも結構おすすめになりましたね、はい、なるほどですね。じゃあ日本史 その基礎がある程度できてる人向けの講義系の教材で、この講義の本をやれば大抵の大学は大丈夫ですよと、はい、でしかもかなり分かりやすいですよと。そうですね、でその講義部分が講義のまとめでしたっけ、はい、講義ノートの部分がかなりまとめられてるんで、そこも全然活用できますよっていうところがこの参考書のポイントですね。ですね、しかもね、はい、あの石川先生の本だと、あのもっと簡単なやつ、教科書で優しい日本史っていうやつがあるから、はいはいはい、ありますね、全くやったことない人はそれ読んだ上でこっちに入ればいいかとは思うんで、はいはいはい、あの難しい方も簡単な方もどっちも押さえてる石川先生の参考書は非常にいいなと思うんで、いいですね、わかりました、はい、今日の参考書紹介は以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。